はい、どうも、リハビアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマ、呼吸に良い食事と暮らし方ということで、呼吸トラブルに対して、食事、嚥下、行為、静養など各生活動作における改善ポイントを、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。人はですね、呼吸トラブルが生じると、まず息切れが生じるんですが、これでこう活動量とか食欲がこうどんどんぐーっと下がってきてしまいますと、まあ栄養低下を招きまして、これが体重の低下ですとか、筋力の低下とか、免疫力の低下というところにつながって悪循環に陥ってしまうということがあります。で、これを断ち切るためには、やはり運動やリハビリによる体の機能訓練とバランスいい食事による栄養摂取ということと日々の口腔ケア、これをですね、三位一体で取り組むということで対応するということが効果的になってきます。で、具体的にはじゃあ何をしたらいいかというと2つポイントが挙げられています。1つ目のポイントは、むせない食べ方を心がけて食べ過ぎに注意をしましょうというところがあります。食事そのものについては、まず食べたいと思う、 こう感覚であったり、実際に食べている感覚にですね、こう集中する、食事に集中するということがまずは良いというのが言われています。で、その一方でやっぱりむせてしまうと呼吸トラブルにもつながる誤嚥性肺炎になってしまいますので、そのリスクが高まりますので注意が必要です。特に早食いですとか、食べた後すぐこう寝てしまうなんていうことで、そういったことを避けるということも一つの対応策になってきます。それから免疫力向上の観点からは、特定の食品ですとかサプリメントではなくて、バランスよく3食食べるということがいいというのは言われてはいるんですが、これただ個人差も含めて諸説ありますので、そこも含めて注意していただきたいなというふうに思います。さらに食べ過ぎてしまうと、こう胃が膨らんで肺が圧迫をされてしまいますので、その場合は1回の食事量を減らして、その分食事回数を多くする、例えば1日3食なの5食にするなんていうことも一つの方法としてはあります。2番目のポイントは、うがいですとか歯磨きにて口の中を清潔にしましょうということがあります。うがいはですね、やはり細菌の侵入を防ぐことができますので、これ誤嚥性肺炎の予防効果というところが期待できます。で、これうがい薬もあるんですが、それを使わなくても水でのうがいで十分効果としては認められています。あと歯磨き、やはり口の中をこういつもきれいにするということも大事ですし、例えば定期的なですね、歯科通院とか受診をするということでも大変重要になってきますので、ぜひこのあたりも参考にしていただけると幸いです。そしてここからは、この暮らしの中で特に呼吸に関連する肩とか胸周りの運動とか関連が深い行為、服を着る動作とか、静養、身だしなみを整える動作についてですね、その助言、指導、工夫の改善ポイントを大きく2つ挙げさせていただきたいというふうに思います。1つ目のポイントは、伸縮素材ですが前開きの上着を選んで背筋を伸ばしましょうというところがあります。これによってですね、やはり肩ですとか胸周りへの動きの負担をかなり減らすことができます。逆に良くないのが、体をかがめる動作です。そうすると呼吸にかかる横の横隔膜の動きを圧迫してしまいますので、これは避けた方がいいです。例えば日常生活の中でいうと、靴下ですとかズボンを履く行為ですとか、それから靴ひもを結ぶなんていう動作の時は、やっぱりついつい前かがみになってしまうことがあります。なので、そういった場合は椅子に座って行うというのも一つの対策になってきます。2つ目のポイントは、手元での動作は、やはり顔と鏡の高さとか距離を近づけましょうというところがあります。例えばこのイラストにあるように、櫛で髪を溶かすなんていう動作。この場合に、顔と鏡の距離が遠いと、その分腕ですとか胸周りへの負担というのは大変大きくなってしまいます。で、これもやはり注意が必要になってきます。で、あとこれ以外にも顔を洗う動作ですとか、お化粧をするなんていう動作でも基本的にはこれ同じになりますので、ぜひこのあたりも参考にしていただけると幸いです。で、今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきまして、どうもありがとうございました。ではまた。